人のこと聖霊の皆によって、アーメン。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。皆さんおはようございます。今日は天山ブロックですね。4年ぶりになりますけれども、お望む通り。命日がですね、プロイスの日本史の中では6月28日に書かれていますけれども、ちょうどこの時期にですね、当たったのも、神様のご計画だったのかもわかりません。そういったね、歴史上の一時でもありますけれども、私たちキリスト者にとれば、大きなですね、信仰の戦時でもあります。今日私たちですね、それでは聖なる祭儀を行う前に私たちの罪を認め許しを願いましょう。全能の神と主の大いなる栄光の上に感謝をさせ
主に向かって歌い、主を賛美せよ。主は貧しい人の魂を、悪事を図る者の手から身を受け出される。神の御言葉。神に感謝。
主は皆さんと共に。マタイによる福音。イエスは人たちに言われた。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。庭のスズメが一アサリオンで売られているではないか。だがその一羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないという。主の御言葉。キリストに賛美。日本人、韓国人、ベトナム人、フィリピン人、アメリカ人が集まりました。で、最終日の23日、金曜日は沖縄慰霊の日でした。だから今回は実は平和巡礼が組まれています。朝早く5時半に宿泊先を出て、6時から五六教会でミサを行いました。で、五六教会は糸満市にありますね。それから姫売りの塔に向かって歩いたんです。で、約8キロ歩きました。途中で十字架の道行きをしていくんです、8キロって昨日ちょっと野津の修道院に行って測ったんですけど、結び教会から野津に向かうと庄司岩っていう交差点がありますよね。右に行くと降りてしまう。あそこまでは 7.5 キロ、あれぐらい歩いたんですね。で、出発の時は曇ったんですけど、その後雨が降って、その後はカンカンで。で、なぜこの道を歩くかというと、沖縄戦が4月1日から始まって、それから最初は沖縄軍は南部、北部を最初に攻めたんですけど、だから形勢が危うくなって、日本軍はその司令部を首里城の下からこの南部に移したんです。住民も一緒に移っていく。その中で有名な姫売りのいろんな悲劇が起きていきますので、つまり住民が移動した体験を少しでも、追体験しようということで歩いたわけです。でも帰りちょっと格安航空券、ピーチに乗る関係で途中で離脱したんです。そうしないと間に合わない。なぜかというと岸田首相も来てたので、すごい交通情報
定義上のネットで、まあ、それで来たんです。で、飛行機はサービスで自分のスマホで今どこを飛んでるか分かるわけです。そうすると、まあ、私も窓際で来たから、ちょうど私のふるさとの天草の上を通過しました。見えるんですけど、実家はね、飛行機の真下だから見えない。でもその天草はアルメダ神さんが最初に占領した場所です。だから あそこを渡ったんだなとか、あそこを行ったんだなと思いながら見ておりました。でこの3年間、私たちはこのパンデミックスの期間です。で私たちは大変な目に遭いました。で辛いことも多分もうたくさんあったと思います。でも今日はちょっといいことだって話しますね。まあ、そこだけちょっとお断りをしたいと思います。この パンデミックスの間、私は天草にいるカトリック信者の漫画家に出会うことができました。高浜寛さんという人です。 NHK の E テレの番組で初めて私も知ったんです。まあ、それでちょっとコンタクトしたんですけども、その後一緒にアルメダ神さんのお墓を探すこともしました。で山の中に入ってたんですね。でその後で出会ったのがこの本です。天草の人が書いたアルメダ神父とその時代というこの本を去年地元の熊野市が推薦してたので買ってます。でもこのおかげでアルメダは薄木にたびたび来てたというのが分かりました。小学生の頃アルメダの名前を確かに聞いたんですよ。でも自分とは縁のない遠い遠い世界の人だと思ったんですけども、薄木に来たおかげでこのアルメダが、そしてこの本に何回も大友総理に会ってるんですね。天草からですよ、歩いて会いに来るんですよ、このアルメダは。で大友総理が洗礼を受けた年、アルメダは薩摩にいました。でもこの上長の命令で薄木に来なさいというアルメダに会いに行って、そしてアルメダと一緒に日向に行きます。要するに島津軍と戦いのためにお前もついてこいと言われて一緒についていく。それぐらい大友総理とかアルメダは非常に交流が深かったというのでこの本のおかげで分かります。でこの本、そしてアルメダ審査のおかげでこの大友総理が私にとってとっても身近になりました。今日の福音書じゃないんですけども、先週の福音書に死者、亡くなった人を蘇らせるという言葉がありました。このイエス様が弟子たちに与えた伝統の一つですけども、いや、そんなことはないよね、昔は思ってたんですけど、今はそれはできると思いました。というのは、歴史の中に死んでしまった人を蘇らせることができるわけです。同じ信仰を持っている、ね、アルメイダ神父も大友総理もその時代の人です。だから現代の私たちとは全く違う考え方をしてたと思います。それでも同じ信仰を受け入れていたわけです。まあ、残念ながらアルメイダ神さんのお墓はまだ見つからないんです。亡くなったとき、まあ、天草の多くの信者が、まあ、悲しんだというふうに記録されています。でその後天草にもキリスト教迫害の時代が長く続きました。まあ、キリスト教に対する恐れの教育、まあ、幕府の徹底した反キリスト教教育もなされたわけですね。だから多分信者さんはアルメダ神父の墓をどっかに隠したんだと思うんですね。でどれほど天草で反キリスト教教育が徹底したかの一つの例ですけれども、私高校生になった時、天草で一番大きな町の高校に入ったんです。まあ、今の音が飛行機からよく見えましたけれども、で初日隣の席の同級生に、まあ、自分はカトリック信者だと言ったんですよ。まあ、今日の福音書のあるように私の仲間であって言い合わせ、その反応が、えお前が悪名高きキリスト教徒なんだ
同級生からそう言われましたね。まあ、それぐらいに反キリスト教政策は私が子供の頃までずっと存在してた。まあ、ちなみにそのそういった同級生、私の司祭除外式に来てくれました。まあ、だからそれは今日の福音書通りでした。幸いに夫の総理は手高い家の主でしたので、まあ、キリシタンになってもそのお墓はその子孫によって大事に保存されたわけですね。そしてまあ、カトリック信者の市長、それから県知事のおかげで整備されて今日におっしゃっています。私たちにとっては信仰の先輩に当たります。今日ミサの中でこの総理の安息を祈りましょう。多分大変な時代に、私たち以上に大変な時代に生きてたと思うんです。まあ、一例であればアルメダは天草にいた時、天草の5人のお殿様の争いがあったんですけども、大友総理の手紙でこの争いは収まったんです。それぐらいに大友総理の影響は天草に及んでいました。まあ、いろんな多分仲介で大変な思いをしたんだと思いますけれども、まあ、彼の安息に祈りましょう。そしてこの大友総理が治めたこの土地に住む人々へ、私たちが恐れなく福音を伝えることができるよう、その力も今日の中で願います。
あなたの愛の証し人になることができますように。神の慈しみを私たちの上に。すべてを収められる神よ、あなたが共にいてくださることに信頼しているのだ。キリストの死と復活によって表されたあなたの愛を私たちが恐れずに明かしていくことができますように。私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。
私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に、心を込めて賛美と感謝を捧げましょう。それは本当に大切な務めです。聖なる父、全能永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは誠に尊い大切な務めです。キリストは人間の過ちを憐れみ、乙女マリアからお生まれになり、十字架の苦しみを受けて永遠の死から私たちを解き放ち、死者のうちから復活して永遠の命を与えになりました。神の意向をあがめ、天皇を敬うすべての天使とともに、私たちもあなたの栄光を終わりなく褒め歌います。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えてお伏せになりました。みな、これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主よ、あなたの血を受けさせて復活を褒めたたえます。再び来られる日まで。聖なる父よ、私たちは今主イエスの死と復活の記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こし、教皇フランシスコ、私たちの司教シルビス森山神道、すべての奉仕者とともにあなたの民を誠の愛で満たしてください。この世からあなたのもとに召されたフランシスコ大友総理を心に留めてください。洗礼によってキリストの死に結ばれたものがその復活にも結ばれますように。また復活の希望を持って眠りについた
によってキリストと共にキリストのうちに聖霊の交わりの中で全能の神父であるあなたにすべての誉れと栄光は悠々に至るまで。アーメン。主の教えを守り御言葉に従い慎んで主の祈りを唱えましょう。天に流れる私たちの主よ、皆が聖とされますように、耳が来ますように、心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの御事の糧を今日もお与えください。私たちの罪を許してください。私たちの人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和を与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望、救い主、イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残し、私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、良いお祖父支援に。主の平和がいつも皆さんと共に。互いに平和な挨拶を交わしましょう。世の罪を取り除く神の子羊。慈しみを私たちに。世の罪を取り除く神の子羊。慈しみを私たちに。世の罪を取り除く神の子羊。慈しみを私たちに。世の罪を取り除く神の子羊。神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたを迎えずに忙しいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。
日に復活することができますように、私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。ここで知らせをしますので、どうぞ書いてください。ご存知の通り、6月29日はペトロ、パウロの使徒の祭日になっております。今ペトロ、ペトロ様最後の大変な時になっておりますけれども、ペトロ様のためにもですね、ご協力させていただきましょう。そしてまた4月1日は福祉者ペトロ記念、そして187の殉教者の記念日になっております。ペトロ記念が7月に殉教をされたということで、この日にですね、記念日が設定され、また別世のためにですね、私たちの祈りを捧げしておりましょう。もう一つですけれども、長岡教区は先日の日に平和の集いとかやってるんですけれども、8月に平和循環がありまして、大分教区もその時に平和の集いを予定しています。これはちょっとこれ韓国人の中心さんが作ってくれたポスターですけれども、今年は広島からのメッセージというテーマで行います。今年の3月1日と2日、私は広島教区の市教会に泊めてもらいました。でそこで、深堀慎さん、この方は8歳の時に広島で被爆して、その後司祭になって、今は84歳かな。で、もちろん引退してるんですけども、いろんな手伝いができて、私も3月2日朝一緒にミサをしましたので、その審査に来ていただいています。それからもう一人、その司教座制度の主任司祭であり、また同じ敷地の聖母幼稚園の園長で小木慎さんにも来ていただきますので、この小木慎さん、深堀慎さんはご高齢ですから、その一人で大分まで来るのは大変なので、小木慎さんにも来てもらいます。で、この審査幼稚園の園長もされてますので、その広島教区として幼稚園の中での平和教育、この話もしていただこうと思っています。過去と現在と未来のところで、したいと思います。で、日にちが8月11日山の日、聖クララの祝日です。で、これ大分教会で午後1時から行います。講話があって、その後森山司教様出席の平和祈願ミサ、聖クララの取り次ぎの中で祈りたいと思います。で、次の日曜日、8月13日は宮崎教会で同じ内容で、午前中宮崎地区のためにこの行っていきます。ぜひ8月13日山の日ですので、ちょっと遠い大分教会ですから、ですけども、足を運んで参加して、一緒に、聞いて祈りをしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。皆さんの上にありますように。